人生は変えられる石井隆です。今すぐに人生を変えたい、もう待てないという方はこちらの無料メールセミナー、人生を変える7つの魔法に今すぐご登録ください。登録いただくと特典動画も見られるようになります。今回はモチベーションと筋トレの関係について考えるということを話していきたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回ですね、何を思ったかというと、そのコロナで14日間どんな感じだったかというと、とにかくやる気がない、何もする気が起きない、動画を見続けるぐらいしかやれない、本を読む気力もないっていう感じで、ずっとこの気力がない、モチベーションがないっていうところと戦ってきたかなという感じがして、でコロナがちょうど明けてですね、さあ何かやるぞと思ったら意外とモチベーションがない、打ち合わせをするとかね、相手がいるものは結構できたりしたんですけれども、モチベーションが湧いてこないっていう、なんか僕昔から自分はモチベーションの塊だというふうに思っていたぐらいの時もあれば、まあ、やる気がないっていう時ももちろんあったんですけど、基本的にはねやる気には溢れてる人だったんですけれども、それがコロナによってモチベーションがないという後遺症が出ると、なんかね後遺症について調べたら集中力の低下とかいうふうに書いてあるところがあって、もしかしてこの集中ってさ、もうこのねほら1分間集中法とか、まあ、こういう本書いてるぐらいね、集中には詳しいのにこの僕に集中力がなくなったらどうしようとかっていうことをいろいろ考えて、で集中に関する本とかモチベーションに関する本とかをちょいちょい今読み始めたりっていう、今までね習慣術っていう習慣化の本ばっかり読んでたんですけど、モチベーションアップっていうところに僕の興味がちょっと移ってきたんですね。まさかのねコロナでモチベーションが下がるっていう面白い経験をしました。でそこでいろいろ見ていたら、モチベーションが上がるために一番いいのは筋トレであると。筋トレをするとなんかテストステロンとか、まあ、いろいろホルモンが出たりしてやる気になると。で筋トレをしてると老後も体が動くから集中時間というのが人生長続きするみたいに見て、ここでなんか一周回って筋トレという問題が僕に持ち上がってきまして、でそんな中でいろいろこう本とかも買ったりとかしてるんですけど、一つちょっと面白い本があって、でその本が筋トレした方が知性が上がるみたいな本だったんですけど、やる筋トレっていうのが一つがスクワット、もう一つが腕立て、そして背中と腹筋か、この4つだけやりましょうみたいなふうに書いてあって、それをね20回かける3セットやりましょうって書いてあって、20回は無理だと思いました。10回にしようと。で10回だったらできるかなと思って、まあ今日ねこの今朝試してみたんですが、10回だとね意外とできましたね。で筋トレをした直後に執筆に入るとか、筋トレをした直後にまあこの動画も撮ってるんですけど、モチベーションが上がった状態になってるなっていうのが分かって、これってさ習慣化になるかもしれない。例えば筋トレをする、動画を撮影するっていう、この2つにすると、筋トレしたから動画撮影しようかなっていう風になるかもしれないから、このなんかイフゼンプランニングっていうんですけど、何かをしたら何かをするっていう習慣にするといいから、僕は筋トレの前に何をやろうかって考えたんですけど、逆に筋トレの後に動画を撮影するとかっていう、もしねこのイフゼンプランニングができたら、僕にとってはモチベーションも上がって仕事にもつながるから、この流れはありなんじゃないかなっていうふうに思いました。まだねちょっとやって1日目なので、そこまでの成果はお伝えできないんですけれども、僕にとって筋トレっていうのはね、でなぜここで筋トレなのか、なぜコロナ明けに筋トレなのかというと、今まではすごい脂肪がついていたわけですよ。にもかかわらず今回体重が6キロぐらい減ったんですね。脂肪が6キロぐらい減ったので、多分ほとんど脂肪だと思います。お腹もかなり引っ込めました。だからこの自分が人生でこう10年来ぐらい痩せたタイミングがこのコロナ明けだったんですよ。だからもうここをね災い転じて福となすという感じじゃないけれども、ここのタイミングで筋トレを始めるっていうのはありかなと思ったので、コロナでモチベーションが下がる、体重も落ちる、そこで筋トレを始めるみたいな、こういう流れができるんじゃないかな。でこれはねコロナが明けてから考え始めたっていうことなので、ちょっとこれからね筋トレの本とかを読みながら筋トレも頑張っていきたいなというふうに思っております。まあ、そんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。人生を変える学びがあったという方はぜひ高評価とチャンネル登録、そしてよかったよというコメントもお寄せください。スイートスポットを見つけたい人のための個別人生相談会始めます。わーい。スイートスポットを見つけたいと思っている人、
人生このままでは終われない、一発逆転したいと思っている人、人生を変えたい人、石井と直接30分話ができるという機会を作っていますので、ぜひ忘れないうちに今すぐにお申し込みいただけたらと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。